はい、どうもミルマです。前回はね、夢の中でミューズ様を助けてきまして、今日からは新しい何かをしようというとこですね。パーティーはこんな感じ。リストラ候補はロビンくん、シャールはね、ロビンの代わりに体験も覚えてもらおうかな。技ひらめければいいけど、槍にね結構適性がありそうな感じあるんで、まあ余裕があったら体験技もひらめいてもらいましょうというところで、今回は新しい町を久しぶりに開けようと思います。ヤーマス、ファルス、ツバイク、ヴァンガード、ここだね。一応ね、赤いピアスの男の情報ならグレートアーチなんだけど、まあここは素直にね、安い町から行きましょう。で、前回のねボスムマ倒したわけですけど、まあ結局あれ何、もう最後は運ゲーに勝っただけでしたんでね。あ、小さいとこなのかな、ヴァンガード。ほうほう。まあこのパーティー実は弱いんじゃないかとね、つくづく思わされる回でございました。カタリナ、ノーラ、キャンディあたりがね、どうすればもっと強くなるかいまいちつかめてない状態ですね。ハリード、シャールはね剣使いなんで、まあ嫌でも強くなるでしょう。あ、ちゃんとした街だね。ヴァンガードの市長は自分のことをキャプテンと呼ぶんです。あ、なるほどね。ここは孤島で、まあひょっこりひょうたん島ってことかな。南のモーゼスの町では術師が2人町を二分して争っているそうですよ。さあ、術師の町が来ましたよと。術か、入るところあるかな。あれ、こっから来たのか。術入れたいけどね、マジで強さが今んとこ何にも分かんないんだよな、術の。さあ、武器屋ブリガンディ、打撃にやや強22級、まあまあってとこかな。これはもっと強いの持ってるね。一応ね、今ピドナの工房ではフランチェスカっていうね斧開発してます。防具はまだアイテムがないから作れないかな。お兄さん、生態を西へ西へ、どこまでも西へ。なんか本当にひょうたん島の歌詞でありそうだね、こんなのね。進むと世界の果てだそうですが、誰か見た人がいるんでしょうか。お、真っ昼間から珍しいね。珍しいのかな、女の人の方に男の人が合わせて向いてるね。まあ横を向きながらじゃないと寝れるし、寝れない人ってのはねいますから、こうなることは向き合って寝てるよりはね、かえって仲良さそうに見えるんですけど、女の人側に2人が向いてるってのはちょっと珍しい気がします。さあ、少年、この町が動くなんてただのおとぎ話だよ。お、ひょうたん島伝説もほとんどが作り話だしね。ルーブ山地のふもとに小さな村がありますよ。新しい情報だ。ひょうたん島が井上靖の作品だって知った時の衝撃ね。私がヴァンガードのキャプテンである。結構追いぼれてるんだね。もうちょっとキャプテンらしい人かと思ったけど。お、詩人久しぶり。マスターはイルカが大嫌いらしい。イルカって聞いただけでビクッとするんだ。おい、マスター、イルカビクッ。ここの親父は昔どうしようもないワールでな、それが試食の後急に金回りが良くなってこの店を始めた。ものすごい、たった2人の会話でマスターのなんか過去が全部知れたような気がします。赤サンゴは音階の特産品。ぼちぼちだ。
まあ、この町ではまずイルカを見つけないといけないかな。全部回ったかな。こっちは？お、小さな村いいですね。お、なんだこれ。術師がなんか争ってるって言ったね。町が2つに割れちゃってますね。あれ？イベントだ。あ、なんか泥棒が見てる。お手洗い？こんな、うわ、モンスターじゃん。こんな小さな島でね、殺人事件なんてめちゃくちゃ怖いよね。天然物の金田一少年だね。うわー、このモンスターホラーというものを理解してるね。自分が隣に寝るのか。うわー、この展開か。怖っ。人を怖がらせる術をているモンスターには知能があるんでしょうか。こっちは普通に出口か。ここかな。おっと、さあ犯人の痕跡を探す別ゲーが始まりましたが、特にない。でも割と女の人頑張って抵抗したね。犯人にこれだけ証拠を残させた。あの状況からよくやりました。さあ話変わるかな。今この町は殺人事件の話で持ちきりです。モンスターの仕業だろうか。違うはずがないよね。殺人鬼は夜になるとやってくる。うわ、宿屋泊まれって怖えーな。泊まりたくね。何か情報があったら私に教えてくれ。よし、じゃあ戦うか。神聖カタリナパーティーの初陣でございます。あれ？任せろ。今夜も出るかな。よし。うわ、びっくりした。トイレなら出る前に行ってよ。もういや、というかこの状況で一人でトイレに行かせるなよ。お、続きますね。お、4体もいる。甘いわね。不意打ちで1体を取りまして、お、強そう。いや結構強そうだな、マジで。大丈夫かな。フォルネウス兵。フォルネウスってなんだっけ。フォルネウスってあの魔貴族の名前。さあって、スタンを狙ってブレードロール。これデミルエコー、この距離でも後列行くかな。ライトニングピアス、まず体験技ちょっと試してみようかな。スマッシュ。スタン、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 よし、完璧ですね。これで後ろにも跳ねてくれると、おー、いいバトルができて、お、強い。水技、魔貴族は4人いるけどそれぞれの属性だったりするのかな。いい水みたいなね。さあ術レベルをどれぐらい上げようかな。上げてこうかな。今ね、ストーンバレットとか敵1体にしか当たんないんだけど、あのね、強くなるとね、周りにね飛び火したりすることあったような気がします、術ってね。だから強くすればするほど
術自体も強化されたんじゃないかななんて思ったり。お？うんうん、寝たのか、びっくりした。さあ倒しました。ポルネウスが襲ってきてたよと。ん、変わってないか。蝶々だけだ頼りになるのは。ポルネウス兵に襲われたなんてことだ。どうやって町を守ったらいいんだ。動かしましょう。うわ、突然エモい音楽をかけられました。ちょっと戸惑っておりますが、ヴァンガード、聖王様はポルネウスと戦うためにヴァンガードを作ったのよ。しまった、これはなんか予備情報が足りてないんじゃないか。俺どこかすっ飛ばしてきたかな。なんか面白い曲だねこれね。ただ熱いだけじゃないというか、メロディーが割と主張してくるな。うむ、できるだろうか。君はもちろん協力してくれるよね。くそー、喜んで。まずヴァンガードの内部へ入らねばならん。どこから？わからん。まずはそれからね。なるほど、これ出ると音楽が消えるパティーンだね。消えないパティーンだ、マジか。あ、小さな村で、小さな村で情報を集めてからだったかな。そうか、俺町に入り直しちゃったんだよね。小さな村行ってここに戻ってきたら、あの殺人事件が起こるっていうのが良かったんじゃないかな。あれ、パブどこだっけ。おい、マスターいるか。あれあれ、こいつじゃない。はい、じゃあちょっとここ行ってみようか。小さな村ね、名前はない。小さな、うざうざ、この自分を卑下することを何とも思ってない向上心のない若者、非常に腹立たしいですね。普通の、うわー、やな村、卑屈な村。自分たちが何ももてなすことを持ってないことをね、もう開き直っちゃってますね。あ、ピドナの工房員最後にしよう。間違えた、西のルーブ山地にはグエインという竜が住んでいます。さあ、新しい情報出まして、平和な、これはいいよ、これは許す。お、ルーブ山地行けるね。竜か、怖いな。マジで今自分がどのレベルの状態にあるのかさっぱりわかんないんだよね。マジで竜の情報しかなかったね。あ、工房員じゃない。グウェインという竜は巨竜ドーラの子供ですよ。小さい頃は聖王に育てられた。へえ、ほうほう、あ、じゃあなんか協力を仰ぐんだねきっとね。なるほどね。じゃあ敵とは限らんね。いや、ここなんもなかったね。ヴァンガードも、よし、グウェインを使おう。あ、話しかけたら変わった。キャプテンの足の下なんだね。おや、何かな。うわ、フラグの立て方がわからない。2回話すだけ。え、こいつ今知ってて知らないふりしたの、もしかして。
これ入ったら閉められるんじゃないの。よいしょ。ダンジョンか。普通に敵も見えたしな。あ、ここか。ここに出てくるかな。じゃあちょっと先にこっちの町行こうか。どっちにも入れると。ウンディーニ様は術師同士の連携を重んじている。あ、これは合成術の話が聞けるのかな。玄武か。お、私たちも玄武術の使い手ですよ。ウンディーニはヤサ男の術師ばかり周りに集めてる。おお、若い男をはべらせて。ウンディーニ様、何をする。ウンディーネとボルカノは最近町にやってきて町を二分して争っている。おかげで町の者は大迷惑だよ。うわ、もう完全に占拠されちゃってんね。ここは封鎖中だ。なるほど。ウンディーネの役…お、なんだ、何者だ。誰でもいいさ、新しい陣形を試してみようぜ。お、なんだよこれ。ブロンズマギ。ちょっと間違えた。こっちかな。あ、弱っ。シャドウボルト。シャドウボルトって何の術だっけな。白虎だっけ。月か。お、術種いいね。くそ、おやめなさい。ババア来た。あー、緑神か。弟子たちが失礼したようでお許しください。それにしても素晴らしい腕前。その腕を見込んでお願いがあります。南の術師ボルカノを倒してほしいんです。いいだろう。それじゃあ先ほどのお詫びと合わせて前金で2000払うわ。あれあれ、これものすごく大事な選択肢だったりする。さっきセーブしたよね。どこでしたかな。なんだこれ。ヴァンガードの入り口でセーブしたよね。OKOK。このデータは大事にしましょう。ん、戻ってきた。どっち入ったっけ。忘れちゃったな。あ、ここか。これをこっちに行けば、手前。こっちに行って、奥。こっち。お、来た。お、宝。魔女の瞳、湖水のローブ。凝視を防ぐ。うわー、強い。水の攻撃を防ぐフォルネウス対策ができるかな。玄武の加護を授かる。1418だって。いいじゃん。あれ、上には、上に行く階段があったね途中。どっからだったっけ。ここか。あれ、行けない。ちょっと話を。早くボルカノを倒してきて。焦らないでよ。いいね、この会話。うわ、なんか地味に好きな会話。何がどうということもないんだけど。
あ、そっか、こいつら男か。気持ち悪い、挑発の男だ、最悪。太陽と月、玄武じゃないの？さてさて、どうも私よ、ちょっと通してよ。おお、かっこいいね。俺だ、通せ。お、ここは中立地帯、おかしな真似をしないように。おお、どうだろうね、この2人は野球の一塁で敵と味方が話してるみたいな感じなのかな。ちょっと仲良くなってたりするかね。あ、入れない、こっちのモーゼスには。よし、じゃあまたちょっとセーブを開けようかな、怖いからね。さあさあさあ、ハブ。なんだろうね、この少年。全部に話しかけたらなんかコンプリートでアイテムくれるかな。四貴族の時代には病人や年寄りは生きたまま死者の井戸に投げ込まれたそうだ。さっきのとこかな。フンディーネとボルカノは死者の井戸の中にある何かをめぐって争っている。なるほど。さあ、全貌が徐々に明らかに。町の真ん中の小島にある井戸は死者の井戸というのよ。その昔、死人はあの井戸に投げ込んでいたらしいの。ボルカノはアイテム作りの名人で、その上朱雀術の使い手。なるほどね。ボルカノは作ったアイテムの出来を確かめるために頭の悪いモンスターをたくさん雇っている。あ、ボルカノの方がちょっと悪なのかな。ストーリーの成功法ではなんかボルカ…あら、やばい、間違えて入っちゃった。ちょうど新しいアイテムを試してみよう。ボルカノの方を退治して欲しそうな感じはあるね。あれ、強い。マジか、さっきのやつら弱かったのにね。ん？軽枠の？おいおい、なんだそれ、いじめは。スマッシュで478か。水口の方が強いかな。うわっ、ひどい。あ、デミルンエコーなんて使っちゃった。まあいいか。くそ、同じ展開ですね。さあこちら、お、キュアショコラ様じゃないか。手下どもが失礼をしたようで、お許しください。それにしても素晴らしい腕前。その腕を見込んでお願いがあります。北の術師ウンディーネを倒してほしい。ちょっと待って、あれ、俺セーブデータ戻したっけ。戻してないよね、そのままやってるよね。はい、あれ、あ、こっちも男なんだね。女の術師は、あ、あれ、上に行ったはずなのに下にいる。あれ、無限ループか、これは。絵が、絵の形を覚えときましょう。時計回りに黄色、青、赤、緑、緑は三角。あれ、普通に変わったし。
くれよ。絵は一緒。一緒。普通につくんかい。え、どのタイミングで地下に移動したんだろうこの部屋。ちょっと種がわからないマジックですね。あれ、戦う選択肢が出てしまいました。これはこっちの町から来てたら同じ展開をしたらウンディーネの方で戦うの選択肢が出てたのかな。まあとりあえず考えてもわかんないんで、悪も、うわ、どこがショキュアショコラだ。おっさんだった。ぐにょぐにょしてる。なんかなんか時空の狭間に閉じ込められそうな感じだね。まあセーブしたしいいかな。マジシャンっぽいね、どっちかっていうとね。ファイヤーを、あ、これはターン後に全員食らうやつかな。あー、やばいね。ん、耐えた。あ、前列だけ食らうやつかなこれ。回復どうすっかな。いいか、行ったれ行ったれ、攻めろ攻めろ。バードソング、コケコッコーっつったね今ね。弱っ。なんか特殊な効果あるかな。あ、スタン取れんじゃん。そもそも稲妻キックにスタンの追加効果があるなんて今初めて知ったんだけど。さて徐々に危なくなってきた。ファイアウォールを打たれるとハリードが死ぬね。まあいいか、全力で。デビルエコの方が強かったんだっけ。でも技のひらめきが欲しいんだよな。あー倒せないね。結構 HP を、あー倒せた倒せた、ラッキー。倒してしまってよかったんでしょうか。あれ、何も言わない。こっちに行くと、あれ、行けない。ちょっとわからんぞマジで。ロマサ側はこれが本当に怖いんだよね。お宝がある。円柱の皮、ガードリング、ロマサガ2でもさ、12-12、熱にやや強いか。まあこういう特殊装備は残しときましょう。2でもさ、すごい強い仲間が手に入る町があるんだけど、そのイベント攻略中に別のマップ、全体マップで切り替えて別、あ、誰もいなくなってる。別のマップに行くとそのイベントが強制終了しちゃうとことかあんだよね。嘘って。もうそこ行ってもさ、今まで協力してた人たちがさ、やあどうもぐらいしか喋ってくんなくなってさ、すげえ怖いゲームだったな。だからそこの地域は結局開拓もできないまま恐ろしい目に遭ったこともあったんですが、どうしてくれようか。